本当の仕事の良さというか、ストレートなく仕事をする良さって、やっぱり普通の状態、要は意地張ってない状態でやることが本当大事だなっていうのはすごく最近感じてて、まっちゃんとまた話してるおかげなのかもしれないんですけど、そうすることによってパフォーマンスが上がるんですよ、仕事の。なんかコメントが盛り上がってたようでびっくりしました。いいよな、面白いよな、ああいうの。ああいうのいいですね。まあ、すみません、価値観ずれてて、もう仕事大変感じなんですけど。皆さん、視聴者さん、どんなことでもいいんで、コメントいただけたら。いじってもらって全然構わないんで、僕なんて。はい、大丈夫なんで。はい、お前、いつも寝癖ついてるとかね。そうなんですよね。いつも家でずっと仕事してるんで。俺。ああ、そういうこと?まっちゃん。うん、もう、はい、なんていうかな、自分の、なんていうかな、はい、風貌を気にしなくなったみたいな。いや、なんかね、思うんですけどね、全然話、今日のテーマ、教育なんですけど、結局、人間の良さとか、本当の仕事の良さというか、ストレートなく仕事をする良さって、やっぱり、普通の状態、要は意地張ってない状態でやることが、本当大事だなっていうのはすごく最近感じてて、まっちゃんとまた話してるおかげなのかもしれないんですけど、そうすることによって、パフォーマンスが上がるんですよ、仕事の。なんていうんかな、ね、もう、周りに振り回されないっていうか、そうそう。逆を言うと、周りを振り回してるわけじゃないんだけど、周りから見ると、何あの人みたいな。そう。いや、いいよな、そういうの。いいですね。まあもちろん、その価値観が同じ人と一緒に仕事しないと、こういうことは生まれないんだけど、だからこそその価値観が、同じ人を集めないといけないんだよなってのはすごく感じますよね。やっぱり。というかね、いや、そういう感覚もあんまりね、今日まあ動画で後からまたいろいろお話していくんですけど、そういう感覚も持たない方がいいですよ。そうなんですか。だからね、結局そういう価値観が同じ人同士が集まるとか、どうたらこうたらっていう話になってくると、そこもね、やっぱり、なんていうかな、人間同士っていうか、学校のクラスの中でもそうなんですけど、会社の中の同僚の世界でもそうなんですけど、結局ね、分断っぽくなっちゃうんですよ、そういう考え、発想を持つと。はあ、なるほど。だからこの動画で毎回もう何十回も言ってるお話なんですけど、100人おれば100人違うんで、まあそれは100人言えば100人の考え方はありますもんね。そうで、それがね、自然体っていうかナチュラルっぽくなっていけばいくほど、なおさらそういうことになっていくんですよ、みんなが。まあね、そうよな。だから価値観ってね、あくまでその人間的な価値観でそういう結びつけない見つけようとする感覚よりは、自然の中で本来持ってるものにたどり着いていくと、最後は同じになるんですみたいな話だけです。誰しも最終的に生まれ育つも同じ。そう、前の間の話、阿弥陀くじの話じゃない。阿弥陀くじみたいな、結局は全部同じと。いうことですね。はい。ちなみに今日はあれですか、マリーナに行ってきたんですか。今 LINE 見たんですけど。いや、ちょっとエンジンの整備とか、船体の整備とか、あと写真は載せますので、大丈夫なんですけど、この写真、今、LINE にいっぱい来ているので、それをちゃんと合成はしとくんで、いいんですけど、なるほど。ワンちゃんと一緒。ワンちゃんとだけなんだよね。奥様は行ってないんだ。今日は奥様行ったよ。行きました。奥様とも行って、3人で行ったんですね。いいですね。今日は奥さんは、キャビンの中の片付けとか大活躍みたいな。奥さんなんかすごい仲いいですよね。相変わらずね、まっちゃんと奥さんね。仲いいよ。本当仲いいよね。娘より仲良くないかってくらい仲いいからいいよね。娘は今日は教育のテーマっていうのは分かってるからね、僕は。娘は娘で、まあまあ、その仲いい悪いじゃなしに、また別じゃないですか、うん、やっぱり。まあ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 、まあ。親子って。そうそうそう、だから、それは娘さんの話を振ったんですけど。まあ、そういうことで、はい、今日じゃあ、早速、本題に入りますけど、前回、ちょっと、やっぱり使おうと思ったんだけど、内容違うんで、やめて、あんまり使ってなかったんですけど、その娘さんの話になったじゃないですか。で、うん、まあ、ことの話をすると、もともと僕とまっちゃんの出会うきっかけは、その、お母さん経由の娘さんに僕が直接会いに来ますよということで言ったのが、うん、まあ、なんか動画を見てない人に説明すると、もともとまっちゃんとの出会いですと。で、うん、その娘さんがもともと高校中退したからやることがないですと。で、その時に、まあ、お母さんが光のすべであって出版どうかということで、まあ、出版をすることがご縁があってできるようになりましたと。でも、その子は、その娘さんは、何も武器を高校中退以外武器持ってないですと。ということで、本を書くために、まあ、僕の方にちょっといろいろと、まあ、協力してネタ出しとか、そういう動画使ったネタ出しをしないかということで、一回娘さんとやるようになったのがきっかけで、今、まっちゃんと話してますと。で、そのね、娘さんが、この間の話で何があったかというと、実は、まあ、もともとなんかいろいろと自分でも課題があったようで、うん、課題があったようなんですよ。で、課題があったようで言いたいけど言えなかったことを僕がうまく整理をして、ほんで、まあ、一人暮らししたらって言ったら、まあ、それが現実になって、一人暮らしするようになって、まあ、今、すごく急成長したというところなんですけど、それが話の経由なんですけど、そこで今日のテーマになるんですけど、まあ、教育。これは、まあ、未来に向けてもみんな必要な話じゃないですか。教育っていうのは。で、これからの時代って昔の教育じゃなくて、新しい教育にどんどん入れ替わってくると思うんですよ。うん。で、今日の本題なんですけど、その教育について、まっちゃんが思うことでいいんですけど、経験もそう含めて感じることでもいいんですけど、なんだろう。今までの概念の教育と、まあ、今の概念の教育っていうのはどう変わってきてるのかっていうのとか、まあ、あと、そうだな、その時代っていうか、昔の時代と今の時代って、時代が移り変わってきてる時代なので、やっぱりそれも含めた、そのことをお話ができればいいかなというふうに思ってますと。で、僕が思う教育っていうのは先にちょっと言わないと、抽象的だなってまた言われるんで、ね、言うんですけど、僕の思う教育、分かってきました、やっとね。やっと分かってきました。で、僕が思う教育って、やっぱり今って情報発信の時代だと思ってるんです、やっぱり。まっちゃんにもこうやってるように、みんなが情報発信する時代。要は、何でもいいですよ。動画だろうが、Twitter だろうが、何だっていいんですけど、何かの母体で発信するのが、やっぱり恐れずにやることが大事だなっていうふうに僕は思ってますと。じゃあ、まっちゃんはどう思いますか？振ります。はい、今日もなんか、今日結構ズバッといくみたいな、経営みたいな感じっていうか、なんていうか、教育っていろんな幅広い考え、なんていうかな、例えば国全体とか地球全体とか国全体とか、あとは地域とか、あとはもう近所の子供たちみたいな感じとか、まあ、なんていうかな、学校の先生が考えるその教育的な話とか、あるいは親ですよ。お父さん、お母さんが自分の子供なり、自分の、なんていうかな、そういう子供たちを教育するっていう、いろんな立場的によって全然変わってくるところね。で、まず近いところからいくと、やっぱり自分、これ、親御さん見てる人たちも結構多いと思うんで、まあ、まずは自分の子供っていうか、子供たちっていうところで話をいくと、教育っていう、教育って教えて育てる、教え育てるっていう感じですよね。はい、そうですね。これはもう僕の考え方からまずいくと、僕の考え方の自分の子供に対する教育的なっていう感じって、一人で生きていける準備、というか、一人で生きていけるようにしてあげるみたいなだけみたいな。だから、極めて動物的っていうか、例えば、地球上の動物、例えば、何からいこうかな、はい、哺乳類産系でいこうか、お腹、はい、哺乳類産系でいこうか哺乳類産系の場合って、はい、自分の子供を産むとその子供を一人で飼い、はい、一人で餌を取って生きていけるようになるまではちょっと面倒を見てますみたいな感じですよね、はい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 、半年とか1年間ぐらいみたいな、ね、うん、でまあ一人で獲物を取って生きていけるようになればはいさようならっていう感じになっていきますよね、はいはいはい、そういうことですよね、うん、でまああと虫さん系の場合はどうなんだ、うん、もうあれは卵ですよね。卵をたくさん産まれて、はいはい、うん、でその卵が孵化するまで、要は、はい、赤ちゃんが誕生するまでは守ってますよ。お魚さんもそんな感じですよね。うんね、孵化するまではちょっと面倒見ましょうみたいな感じですよね。そうですね。はいはい。で孵化するともうあとは手めで生きていけ的な感じ、だからそのうち100個の卵を産んで100匹孵化するっていうこともないけど、まあ、100個の卵を産んで50匹孵化すれば、はい、その中から、自然の中で生き残れるのは5匹ぐらいですねだからたくさん産んでるなっていう、はいはいはい、そういうことですよね、はい、でまあ、虫さん系でもあとアリさんとかハチさん系なんかあるよね、はい、あれなんかどっちかっていうと人間とよく似てる社会生活っていうか集団生活っていうか、うん、なんていうかな、そういうなんていうかな、ピラミッド構造的みたいなやつが若干ありますよね、はい、あれ女王アリがいたりみたいな、うんで、まあ、ちょっとまた話いつもの通り余談になるんですけど、なぜかアリさんハチさんってやっぱトップは女王なのねみたいなうんこれ人間の世界もそうなんやけどな、実はみたいな、うん一番トップは女王さんですって、まあ、これは多分あれでしょうね、子孫を残せるっていう母体を持ってるっていうか、うんうん、そういうことで種の保存ができ、種がそのなんていう存続していけるためにはやっぱりその母体が必要ですねみたいな話だと思うんですよね、うん、これ多分そうね、まあ、うん、こっち置いといて、うん、でね、親御さん的な自分の子供的な教育の話になると、僕結局哺乳類系だけの話なん違うかなと思うんやけど、今日は一人で生きていく、要は狩りですよ、うん、まあ、その社会的な中で人間の営みの社会性がある社会生活の中で狩りをしていける力を身につけるっていうだけの話ね、はいはい、でその狩りをしていくために偏差値とか、はい、なんていうかな、算数もうちょっとできた方がいいですねとか、あとはなんていうかな、なんちゅうの、その自分の得意なことを磨きましょう的な話、これ狩りをするためってことですよね、結局は、うんうん、だから、ちょっと話今日難しくなってんねんけど、うん、結局あれじゃないですか、もうまあ、人間の場合はひたすらね、狩りとその農業と狩りだけで生きていきますっていうのはちょっとなかなかね、今この時代になるとちょっとそれだけっていうのも選択肢としては寂しいんで、まあもうちょっといろんなその活躍の仕方があるということで、前回の動画と同じでやっぱり感性的なもんをこう磨いてあげるっていう方向違うんかな、やっぱり。じゃあちょっと言い方を変えると、その、このチャンネルは、まあ、未来に向かってっていう話をテーマに、みんなの苦しいのを少しでも快適にしてあげたいと思うんですけど、その保護者の、まあ、親たちのプライドの原因でね、まあ、またなんか、聞いてる人たちがちょっと若干ずれてるんじゃないかって言われそうなんですけど、どんどんなんだろう、いいとこに行かせようとするというか、要はいい大学行かせようとするとか、いい高校行かせようとするとか、あといい就職先を持たせるために頑張って塾行かせようとするっていう、僕そのね、根本的な概念って違うんだろうなって思ってて、結局そんな塾行こうが、学校出ようが、ニートのやつはニートだし、何もできないやつは何もやってねえしみたいな、そういうふうに僕は思っちゃうんですけど。あ、わかった。そういう、結構いつもの、やっぱりちょっと俗っぽいとこから行こうがいいわけやな、やっぱりな、わかった。そう、うん、その方がいいと思います。僕ね、すごくその辺ね、もちろん大事なんですよ。もちろん大事。私の話から行くと、ちょっとまたぼやーってするから、じゃあ俗っぽいとこから行きましょうか。そう、ぼや、言ってることは正しいんですよ。言ってることは正しいんですけど、ただ現実問題、僕も教育の人たちと一緒に絡んでてすごく感じるのは、もうね、みんないいところ、いい学校、英語も満点、トリック満点とか、あーと思うわけですよ。OK、行きましょうか。ゾッとポイント心から。行きましょう。そこをちょっと、こうね、侍じゃないですけど、こう、カーカーカーってちょっと切り裂くみたいな感じで、ちょっと一回やってみましょうよ。わかりました。はい。まずは、なんていうかな、字が読めるとか、字が書けるとか、それぐらいは最低限必要ですね。それぐらいでいいんじゃないでしょうか。足し算、引き算もあれば、ちょっとも やれれば、それでいいんじゃないでしょうかっていうところはやめときますね、今日はね。じゃあ、俗っぽい。まあ、それはもう当たり前じゃないですか、正直もう。いや、それ意外と当たり前じゃないから話したかったけど、じゃあ行こう。でね、そうなんだ。まあ、近代のところから行こう。俗っぽい話だら近代系の方がいいんで。はいはいはい。でね、そもそも、教育的な話でいきますよ。教育、教え、育てるっていう、この概念でいきますね。お願いします。で、これ近代的なところでいくと、やっぱりね、戦争なんですよ。要は兵隊ですよ。優秀な兵隊。この優秀な兵隊を作り上げていくために、その教育ってやってたわけですよ。そもそもがね。うん。はい、そうでしょ。うん。それが終わって、じゃあ次は、チャンバラ言った私。戦争っぽいものが、金融的なものをベールで覆い隠された状態で、金融戦争っぽい感じっていうかな、その現代っぽい金融金戦争的な方向ですよ。ベールで覆い隠された状態で、次は金融で、そのなんていうかな、そういうふうに人間を統治していこう的な話になったわけやな、次やな。次は、税金を納める従属というか、従順というか、そういう社会制度に馴染める人たちを大量に生産していきましょう的な教育なんですよね。で、これはまだ今、続いてるわな。もう気づいてる人おらったけど、じゃあさっきの愛ちゃんの俗っぽい話いきますけど、はい、この先それが続くんですか続かないんですかっていうことですよね。そうですそうです。いい偏差値取っていい学校行っていい大学行っていい会社入ってさあ、いい会社入って引退した時にはシェアハッピーでしたってなるのかっていう話ですよね。そうですそうです。これならないの分かってるのになぜやってるんでしょうかっていうだけの話なんですけど、あれなりようがないでしょこの先と思ったってどう考えたってこれ。そうなんです。ただみんなそれを分かってないんですよ。分かってない。いや分かってると思うよ。それ分かってるけどやっちゃってる。分かってるけども、本当なのそれというのが少しあったり、いや、それはそうなんだけども、とりあえず今は安全牌でこれ言っときましょうとか、いや、まだもうちょっといくよねとか、それぐらいの感覚やと思うんですよ、おそらく。なるほどね。で、プラス親御さんからしたら、やっぱりね、スポーツっていうか、習い事っていうか、勉強的なもんもそうなんですけど、やっぱ頑張る力的なことやと思うんですね。なるほどね。頑張る力的なことをやっぱり伸ばしてあげたいというかやらないといけないんで勝ち残るっていう感じですよね。だからその勉強的な方向でとみんなと競争して勝ち残ることが大事なんだけども、それ以上に頑張ること大事なんですよって子供に教えていくっていう方向やと思ってるんです僕は。なるほどなるほど。おそらく、そんな感じだと思うんですよ漠然とね。で私も実際そう思うんですよ。頑張る的な力って大事ですよねと思うんだけど、その頑張ってるその勉強の内容が将来役に立つとか役に立たないとかそういう話じゃないと思うんですよ僕。役に立とうが役に立たないがもうこれ仕方ないんでそういうまあなくなっていくけどな。それよりむしろ今この直近とかここ何年かものすごく感じるのは。学校の先生であったりとか学校の制度的なものに疑問を抱いてる子どもたちが多くなってると思うんですよ僕。みんな子どもたちの方が頭良くなってる気がしますよ。だから学校の先生の人間的な質とか、あとまあなんでこんな悪いことをしてるのにちゃんと怒らないんでしょうかみたいな話とか、まあ社会風潮的にそういうふうにされてしまってるんですよ。よくあるじゃないですか。昔の先生は殴って体罰したけど、最近はダメですみたいになってみたりとか、ね。それはね、確かにありますね。何回やったらメディアで全部叩かれるでしょ。だから、言い方悪いですけど、ちょっと学校の先生見てたら怒らんといてね、あんまりいい先生残ってないんですよ。っていうか、やめるんですよ、多分もうすぐ、バカらしいとか、で、なんか変なことして、クビになるとかね、で、いや、踏ん張ってやってる、頑張ってくださってる先生もおると思うんですけど、辛いと思うよね、やっぱね。じゃあ、やっぱ行動に先生たちも制限されちゃってますからね。だから校長先生も制限されてるし、教頭先生も制限されてるし、その下の担任の先生も制限されてるし、子供も制限されてる、どうにもこうにもならんみたいになってるわけやね。ああ、それは国のシステム的に問題もあるってことなのかな、そうなってくると。うん、そういうことになるんですよ。で、その国のもう一個上の変な政策を決めてる日米合同委員会とかな、なんか、その、まあ、ひいては、教育委員会とか、こういうのちょっと力弱まってきたけど、それでもやっぱりいまだに、あと教科書作るのも、そういう一部のそういうとこでやって、またそこで談合やって、金くすめ取ってるみたいな、これ、子供たち知ってるわけですよ、もう今ネットの時代になってきたら、こんなもん。信用っていうのがなくなってるはずですよ。学校の先生に対しても、学校に対しても、何に関してもっていうことやと思う。そうですね。そのビジネスにおいても、まあ、信用ってことを、まあ、ちょっと使わないとか言ってましたけど、でも、やっぱり信用があって取引があるっていうのと同じで、で、学校も信用ないとみんな、いいね、やらないから、それはダメな時代になってくるわけだね、本当にね。そういうことの方が僕は根強いと思うよ。偏差値がどうとか、嘘を教えてるとか、丸抜きゲームとか、もうこっち置いといてね、もう。もうそこまで、まあ、後から言うけど、そっちは置いといて、それ以上に、人と人の信用的なものっていうか、そうね、それがここ3年、うちの娘は、まあ、今16歳で、ここ1年生で辞めたっていうのはね、何べんもお話してるんですけど、マスクとかね、ご飯食べるときしゃべるなとかね、もうそんなね、16歳の高校1年生の夏で退学したんですけど、まあ、私の奥さんって、愛ちゃんご存知の通り、結構激しいタイプの。情熱的なパッションの方ですからね、パッションの方だから、パッションがあるからですからね。学校まで行って校長先生に、なんでバカみたいなこんなマスクしてこんなことやってんねんって誇りに行って校長先生に、いや、私らは言われた通りやってるだけですから、みたいな。で、その言葉を聞いて娘が愕然として、まあやめます、みたいな。バカかこいつらは、みたいなね。で、まあね、今の子、例えば3年間マスクをやってたわけでしょ。だから高校1年生で入学した子が、今回これ3月卒業式だわな。顔半分見たことないとかね、友達。3年間ずっと、なんかマスク人生を歩んでたってことですよね。担任の先生の顔半分 見たことなかったけど、卒業式の日に、やっと顔見、こんな顔してたのねって分かりましたみたいな話とか。ありそう。ありそう。でもね、これをその社会風潮的っていうか、なんていうかな、そういう中で、そんなもん外して別に自由にしたらいいじゃないかっていう先生がおったら、その先生ってはみ出しもん系になってしまうわけよ、やっぱり。だいぶ違ったけどな。まあ、あれ、右っていう時代ですからね、確かにね。もう、いや、もうそれ終わってるんやで。じゃあ、ここで本題ですよ。今回のそのコロナマスク系みたいな話が、今の話がいい例でね。この先は、もうそういう、なんていうのかな、みんなで集団で学んでどうとかこうとかっていうのは、あんまりまともな子供というか、まともな子たちっていうのはそっち行かないと思うんですよ。おそらく。だから、国の制度がどうとか、その文部科学省がどうとか、うとかっていうのは、これから続くか続かんかは僕は知らんけど、やりたい人はいつもの話と一緒で、勝手にそっちでやれば、みたいな話になっていく世界になると思うんですよ。ということはね、そういう子たちを、その教育的なっていうかな、なんていうかな、将来を見据えた、なんていうか、生き方的なことを、こう、一緒に考えていくとか、この学んでいく的な方向ってね、寺小屋みたいなのって結構出てくると思うんですよ。寺小屋ね。で、これは国の文部科学省が触られる、型にはまった教育的な機関じゃなくて、有志ですよ。だから、その、授業料も取らないとかね、ギャラはいりませんって、この間の話ですよ。それぞれの専門分野で人としてもしっかり成功した人たちが、みんなでその、なんていうかな、それぞれが寺小屋みたいなものを作っていって、このネットが始まると思うんですよ。こういうもんからね。で、寺小屋的なものを作っていって、その専門分野の中で学んでいく的な話だと思うんですよ。だから、フリースクールっていうかな。なるほどね。だから民間ですよ、これは、今度は、こういうのは。で、そういうのも出てくるし、もう、いや、もう私らもう外国行きますっていう子たちも出てくるやろうし、もう本当多極化していくと思いますよ。本当に。極めて。でね、まあ、じゃあもう俗っぽいのをもうちょっと続けようか。要は、勉強して偏差値上げて、いい学校行って、いい大学行って、何を目的にそれをやってるんですかって前の動画でも言ってんけど、これね、目的ないのが人たち結構おるよ。7割ぐらいは。子供たち。これね、これから先相当きついですよ、本当に。そうですね。うん。要はだから、国が面倒を見てくれる、役所が面倒を見てくれる、会社が面倒を見てくれるっていう社会じゃなくなりますから、明らかに。だから、他力本願的な人たちってこれから相当しんどいですからね。自分自身じゃないからね。僕はいつも言ってる自立した者同士ですよ。自立した者同士が固まって何かを築き上げていくとか、カバーはし合うんやね、人々同士が。ただ、その頼ってくる人はもう私のところにはいりませんみたいな世界に入るんですよ。わかりやすいでしょ？きちっと自立して自分で能力もしっかり持ってる人たちが固まっていく世界ですから。自分は自分のことこれができますよって感じですよね。なるほどね。個性もある人たちがね。で、そういう人たちが同じ価値観のもとで何かを作り上げていく世界に。偏差値も基礎もないわけよ、こんなもん。今までの学校の勉強なんてほぼほぼ役に、この間のチャット GPT の話じゃないけど、ほぼほぼいらなくなるわけやから、こんなもん。まあ、そうですね。だから何が大事なんかって言ったら、もう前の話と一緒で感性的なもんですよ。で、じゃあ、この感性的なもんどうしたらええねんって言ったら、やっぱりね、その楽しむことも、苦しむことも、で、ご飯を食べていくことも、雨風しのぐことも全て含めて自分でやらせてみるってことですよ、やっぱ早いうちに。確かに、ね。だって自暴自棄的な話じゃないけど、もう、だって、それ以外方法がないですよ、だって。でね、お客さんがなんでそれをなかなかこう簡単に、まあ、突き放すっていう言い方は悪いですけど、本人、子供たちが望んでるのになぜそれを足かせつけるか、足に鎖を縛りつけてるかって、やっぱまだできないでしょ、あなたなんてとか。甘く見てるんだよね。子供たちを甘く見てるんじゃないですか。まだちょっと早いわよとか、そういう一人の人として、大人として高校生ぐらいになってくるとね、もう中学生後半まで大人として見てあげなあかんわけでね。その感覚を持ってやるぐらいの話違うんかな。ほんともうすごい羽ばたくよ。びっくりするぐらい。働いてるんですよね、多分すごいね。単純なことじゃ、昔の人言ったように、可愛い子に旅をさせろっていうのもあったし、あとはもうその、いや言わなかった。うちのおじいちゃんおばあちゃんもあんま言わない人やったもんね、やっぱ。口を出さない方が勝手に成長しますよ。するのよな、これ。うちもそうですよ。これは本当に今日ね、話出してて、すごい子供たちとも見てると、僕何も子供たちに、これやれあれやれって言わないんですけど、勝手に自分たちで、覚えて、勝手にやってきて、これできたって言ってくるんで、あ、子供たちってすげえなーと思いますね。で、余計なこと言うと意外とできないんですよね、子供ってね。そう、毎回毎回同じ話だけど、学校の先生と学校とか親が制限かけてますっていうだけの話ですよ。やっぱりね、制限かけてますよね。世の中の仕組みもありますよね。要はなんか。いや、だから、この動画、さあ、こっからいい話いきましょうか、じゃあ、そろそろ。この動画、未来に向けてっていうか、明るい未来に向けての動画なんで、そうですね、はい、もう30分、ね。世の中がとか、国がとか、制限かけますとかっていうのを口に出さない的な動画なんですよ。いつも言ってるように、それまたやってくるかやらんか、どっちでもええんで、そんなことは、我々にとっては。私たちはその外へ出ましょうっていう話やってるわけですからね。あんなもんほっといてみたいな。そういうことなんですよ、言ってるのは。だから、それはお子さんにとっては、そんな、なんていうかな、サバイバル的っていうわけじゃないけども、いきなりそんなこと言われても的な子もおったり、なんていうかな、反骨精神旺盛な子はもう、俺も一人出ていく的なこともおったり、いろいろおるんだと思うんですよね。ただね、はっきりしておかないといけないことっていうか、必ず、伝えておかないといけないことっていうのは、あなたはいずれ一人で生きていかないといけないんですよっていう大前提だけだと思いますよ。なぜなら私たちは年取ってあの世行っちゃいますからね、みたいな。そういうことだと思うんですよね。やったら早ければ早い方がこれはええんちゃうかなと思うけど。いいと思いますね。で、これからの世の中っていうのは、労働力不足っていうのは、顕著な人口減っていきますからね。労働力が減っていくんで、ある意味仕事を引く手あまたみたいなところいっぱいあるわけですよ。で、そんな大きい大企業みたいなところじゃなかったらね、中小なんて社長さん結構まともな人がやっぱ多いですから、学歴言ってもらう社長ってもおらんからね、そもそも。まあ、学歴よりか実力ですよね。本当ね。できるかできないかの話。おらん。もうそういう人は、社長さんは分かってるから、皆さんね。そんなものが大事じゃないっていうのはよく分かってるんですよ。まあ、もちろん、やる気、やっぱりね、舞ちゃんが前ちょっとおっしゃってた、ね、さっき前半でも言ってた、やる、努力させること、大事だとおっしゃってない。それは確かに重要ですよね、やっぱりね。まあ、違いには言われへんねんけど、結局、すぐに何でもやめてしまうと、好きか嫌いかもわからないっていうことになるんよな。そうですよね。ある程度、ちょっときついところまでやってみて、できることというのが出てきたりするが、できたら好きになったりするわけよな、これな。だから、なんとも言えんねんけど、もうこれは年齢的なもんとか、そのタイミング的なもんがあると思うわ。これはもうそれぞれのご家庭で考えていくしかないと思うわ。それをこう見ながらな。そうね。で、このタイミングやってくるときがやっぱあるんですよ。思春期っていうかな。思春期的なところをちょっと超えるところら辺のタイミング違うんかな。そうね、ありますよね。思春期をちょっと超えて、ものが分かってきたところら辺のタイミングで、親がこう一歩下がる的な感じかな。はいはいはい。今まではそういう感じじゃなかったけど、ちょっと一歩引いてみると、そうあとはもう自分で好きにせえと、困ったことがあったらちょっと応援してあげる的な感じの、そうね、みんなそんな言ってるん違うかな。なんか余計なことをね、子供に言わない方がいいんですよ。知恵を与えない方がね。要は、なんだろう、親ってやっぱみんな知恵与えてるんですよ、変に。自分で考えろって。で向こうから聞いてきたら答えろっての方がいいと思うんですよね。まあ本当ね、感性的なもんが大事になるし、生きていく力的なもんですよ。生きる糧を、ね、自分本当生きていく力のもんとか、あとはなんていうかな、世の中をやっぱりこれも感性になってくるのが幅広く見る力っていうかな。そうじゃないとやっぱり参っちゃうっていうかね。今の時代ってやっぱりなんていうかな、これだけネット、スマホもあってネット環境が発展してると。変なことをするような大人なんかに騙されたりとかね、なってしまう可能性もあるんで、やっぱ幅広く見る力っていうかな、で見抜く力的なもんっていうか、だから本当一般的な学校の教育なんかを、あまりにもそこばっかりをこう見ちゃうと、なんていうかな、世の中的なものを知らずにいっちゃうんで、騙されやすくなりますよ。本当に怖いからね。だからもっとね、幅広く見る力というのをこうつけてあげる。いうことじゃなくてくるんだ。で、これはどうするんかって言ったら、もう親よな。お父さんお母さんがいつもそんな感じの話してたりとか、そういうことをやってると、なるほどねみたいな感じ。これはもう本当ね、そうなるよな。もうそれしか仕方ないんちゃうかなと思う。なんないと思いますし、まああと親次第だからやっぱり根本的には親がなんだろう、今のやってきたことっていうのはもう間違ってたっていう言い方おかしいけど。価値観を変えるしかないよねっては思いますよね。まあ、はっきり言いますけど、間違ってたと思いますよ、我々も。だから我々は間違ってた部分が多いから、それは認めるしかないんだけど、みんな認めないんですよね、それをね、間違ってるってことを。それは認めたらいいよ。僕なんか認めてからむっちゃ楽になったから、認めました。そう、だからやっぱり、いい未来とか、このチャンネルはいい未来を目指すためのチャンネルなんで、まず自分たちのことを認めないといけない失敗したということをね。そうやな、本当3年前ぐらいに認めて、ちょっと改心モードに入ってきたんですよね。私はすごいなんかもうなんか楽ですよね、楽になりますよね、やっぱりね。楽になるし、そう丸180度子どもの教育的な話になったら変わりますよね。結局、子どもの教育って、僕も逆に嫌だった側の人間なので、もともと不登校だったから。やっぱ親の概念だったりとか、親が思ってるような理想を植え付けてくるんですよ。それがすごく嫌で。やっぱり、親の概念とか、親の持ってる根本的なもの、こだわり、こっちに、どうでもいいじゃんって思うことを言ってくるわけですよ、こっちの方に。で、それをいい顔して、心配だから、あなたのためだからって言ってやってくるわけですよ。それは子供、嫌だよ、逃げるよ、みんな、と思っちゃって。まあ子供からすればあんたのためなんじゃないんですか。そう。だから本当にね、だから教育って部分ではそこは、やれば勝手にやりますし、勉強もしますし、動きますし、やります。親の、なんだろう、親から生まれたからって言ってコピーじゃないんですよっていうのは言いたいですよね。やっぱりね。で、まあね、まあ、改心的な話、大人がそういう改心していきましょう的な話はね、視野を広げるっていうのはね、うん、勉強だけが全てもないしね、そう、うん、スポーツだけが全てでもないし、そう、あるいはその芸術的なものだけが全てでもないし、そう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 。だからそのなんだっていうわけですよ。だからまあもちろんさ、そのまっちゃんの奥さんみたいに医療系とか、まあ、例えばまあ国の弁護士さんとかさ、いろいろともちろん学歴を知って学歴で勉強しないと入れないもんはある。それはそれでいいんですわ。別にそこは。ただその選択肢って全部子供たちだから親が決めるもんじゃないよねっていうのが話なんですよね、本当はね。まあそうそうそう。そうそう。まあただもちろん子供たちってもう意識ができないじゃないですか。意識っていうかその幼い頃から選択なんてその賢くないのでできるわけないからそこは別にやることは否定しているわけじゃ僕らもなくて、そう。ただ問題はその先の話よね、途中の段階である程度自分が意識したときにそれを自由にやめるかやめないか、やめたとしてもそれはいいよねっていうことをさせないとうまくいかないよねっていうのは僕言いたいですよね、やっぱりね、このチャンネルでもね、うんうんうん、まあどうなんかな、この先どうなっていくのかな。猫の借子も9割ぐらいの子たちは今大学まで行くから、これどうなんのこの先。いやー、これさすがに減ると思うよ、もうこれ。いや、もうなんか、僕はもう本当にね、高校のあたりで自分たちの人生は本当にね、選択ができて逆にその親から離れても暮らしていけるような環境がどんどん増えていくので、なくなってくると思うんですよ。今インターネットの時代でお金を稼げるなんていうのはいくらでも出てるわけじゃないですか、やろうとすれば。時代がどん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 それが増えてきてるんで、やっぱり母数が。だからね、昔は、要はまず親からなくなった働けない、働き口がなかったから、それはみんな、親の言うことを聞くしかなかったんですけど、僕らはもう、今後の未来っていうか、未来になってくるのは、本当に自分たちが稼げるような環境は、もう出来上がってきてるので、変わってくると思います、そういった意味だと。もう。だから親が、その価値観を変えないと、どん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 辛くなるんだなって思ってますね。うん、まあ、愛ちゃんの今のお話にちょっとこう、なんていうかな、うん、ちょっとコメントすると、うん、稼ぐだけが全てでもない世界なんですよ、もう。うん、だからね、裏を返すと、じゃあこの間のお話じゃないけど、野菜を自分で自然の方で作ってお魚を取ってきて食べて生きていきましょうみたいな的な話もあったりね、その全部が全部ね、その要はその生きていくために稼ぐことが世の中のその基準じゃない世界なんですよ、本当にね。うん、だから例えば漫画家さんなんかね、日本の漫画家ってすっごい優秀なんですよね、アニメの世界ってね。うん、で、あれはどこやったかな、東京かな、埼玉かな、どっか、トキワ荘ってあるでしょ、うん、藤子不二雄さんとか、その前は手塚治虫さんとかね、うんうん、まあ、ありとあらゆるそういう漫画、アニメのああいう大御所の先生っていうのは、そういうトキワ荘から出てきてるわけよな。うんうん、で、これもその当時から行くとね、親御さんからすると、なんでこいつら漫画描いて、そんなとこになんか下宿みたいなとこに溜まって、売れるか売れんかわからんことやりやがって、思ってた親御さんもおったと思うんよな。はいはい。うん、だからそれと一緒でね、はい、やっぱりお金儲けとかだけが全てじゃなくて、その才能、何かの才能を開花するときって、やっぱりね、普通の一般的な人たちと違うことをやってるところを通ってこないといけないことっていうのはやっぱあるわけ、これ絶対。これやっぱ感性なんですな、やっぱな、どうしても。だから、あんまりね、その近視眼的にね、一人で生きていくためには働かないといけないんだとか、あんまりそこもね、概念取っ払った方がいいよ、愛ちゃん。本当。ああ、なるほどね。はい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 。うん。勝手に思い込んでるだけやから。本当に。ああ、確かにね。でね、その稼がないと一人暮らしはできませんとか、一人で世の中渡っていけません的な発想になると、どうなるかっていうとね、今日ここへ話なんでね、安易に雇われる方向行くんですよ。ここ覚えておいた方がいいよ。ああ、なるほどね。安易に就職を探しに行くんですよ。なるほどね。言ってることは分かった。うん。で、なると、だんだんまた遠回りしていくわけ。ああ、まあ、結局、なっていくけどね、今から。なるほどね。はいはい。うん、だから、一人で生きていくためには稼がないといけないっていう概念もやめた方がいいわ、これは。ああ、なるほどね。要は、もっとわかりやすく言うと、お金がないと生きていけませんって思い込んでるのは大間違い。ちょっと言うとこまで。まあ、確かにお金なくても、まあ、暮らしていけますよ。うん、だって、ご飯自分で作って、食べて。ので、働きやって、魚釣って、ね、無人島なんてそうですからね。いやいや、そういう話でもなくて、例えばね、うん、違うか例えばその農家さんとかあるとしょうや、まあ、今畑の話なんで、そういうところのおじいちゃんおばあちゃんがもうやめろって思ってたところに手伝いに来た若い子がおったと。ほんならどんだけ次の展開広がるみたいな話が、はいはいはい、うん、要はわらしべ長者的なもんですからね、こうなってこともいや笑ってるけど、ほんで、まあ、あとはその空いてる時間を自然の中で何か芸術的な才能を磨いていくとかね、例えばよ、で、あと、まあ、そのうちの娘が今、まあ、やってる仕事的なやつっていうのは、どっちかというとアート的な感じですよ。まあ、今日ははっきり言わんけど。でもこれももう、なんていうかね、私も全然気づかんかったけど、まあ、世の中的なそのところにも認めてもらって、すごいね、この子みたいなことになって、なんか、ひょっとしたらその辺の50歳ぐらいの公務員の人より、稼いでるの違いますかみたいなことになってるわけやな、これ。お、すごいじゃないですか。だからね、で、まあ、それも別にその会社的なもんじゃないですよ。だからそういう人に認められたみたいな感じとかね。まあ、芸術家だからね。だからそれが今でここで止まるとか、将来また次違うことしたりするやろうから、だから、あんまりね、その、本当にね、なんていうかな、お金がないと生きていけません風にしてしまうと、本当にね、つまらないものになるんですよ。つまらないね。確かに。あのね、働き方がダイナミックじゃなくなってきますよ。ちっちゃく、ちっちゃく、だんだんちっちゃくなって。で、そのうちだんだん安全を追いかけるようになっていくんですよ。確かに安全ですね。確かにそうですね。おっしゃってます。安全と安定っていうかな。これを追いかけるようになっていくわけよ。まあ、安定を追いかけると、安定じゃなくなりますからね。本当に。安定を追いかけると、ちっちゃくなっていくが上に、さらに安定じゃなくなっていく。そう、あのね、面白いんですよ。本当に、ね、これちょっと話と脱線しますけど、やっぱりね、全て安定を目指すと安定じゃなくなるんですよ。これはね、この法則はほんまおもろい。だから子供にもそうなんですけど、子供に安定を与えようと与えるほど、子供は安定じゃなくなっちゃうんですよ。これは意外とね。意外と不安定を与えて子供が自動的に安定にするんですよ、なんでか。これは、僕、面白い法則だなと思ってる、人生の。本当に。いやいや、簡単な、能動的に何かをしない状況にならないとダメなんですよ、人間って、やっぱり。そうだよね、やっぱりそうだよね。自分で動くってことだもんね。能動的に何かをして行動するということと、次もまた考える。次の点、そうですよね。未来を描く的な話ですよね。だから、これ終わったら次これやろう。これ終わったらまた次これやろう。楽しいわってなっていくから、だんだん信用っていうかな。ダイナミックみたいな信用みたいなものもくっついてきたりとか、人間ってまた大きくいくとか、みたいな。本当に、ね、それは本当になんだろう、常にその能的に言えばもう、次をって常に先を考えていく、毎日考えて何をするか考えていくっていうのが大事ってことですよね、本当にね。だから安定、言い方悪いですけど、安定を求めていくと思考停止に陥っちゃうんですよ。危ない橋渡らないし、行動もしないし、じゃあ思考する必要もないですよね。そう、それはすごく感じますね。でいきなりこう、今の時代、これ新しい時代が始まる、まあ世の中崩れて、金融が崩れていくんですよね。いきなり外されました。本当にそれはありますよね。だからいつも言ってるように、やっぱりあるとね、まあ今の時代、何回も言ってるけど、副業も OK なんで、まあこれ見てる人はどっちかというと事業主さんみたいな経営者が多いけど、やっぱりね、経営者的な立場になってやらないと、やっぱり、ね、自分の思い通りできないし、いつもの私のダイナミックさっていうか、自分で考えて自分で物事を進めれないんですよ、やっぱ。でね、これからの時代の子どもたちの話するけどね、もうね、愛ちゃんね、本当に個人事業主ばっかりの世界になっていくから、これから。あのね、そんな大きな大組織でサラリーマンですとか公務員ですみたいなんてないからね、本当に。あったとしてもフリーランス的な働き方になっていくんでね。多分フリーランス業務委託でしょうね、本当にね。個人で裁量権持ってやっていくっていう世界ですよ。そうですね、もうね。本当にね、ここはもう考えないと、皆さん。もうそんな、何気なく会社行って給料ボーナスもらえますみたいな世界はもうなくなりますからね。自分で切り開くというか、楽しいことを見つけていくというかな。子供たちもそんな感じですよ。じゃあ若い子たちをそういうのを子たちをこう、じゃあいや面白いな、この子たちと一緒にやってみようかとかいう人たちも出てくるはずですよ、我々年齢ね。この子一緒にしようかとかね、この子の会社作って何かやってもらおうかとかね。そうですね、絶対出てきますね。まあ、そんな感じはあれじゃ本当、うん、とりあえず大学出て、とりあえずなんちゃらガスとかなんちゃら電力に就職します、なんちゃら電力に就職しますというよりは、こういうネット的なものを使いながら、僕ね、こんなん思ってんだよね。我々が、その若い子たちのその感性とか、人間性とか含めて、この子には何かを任したいっていうことを、私たちがスカウトするとか、はい、あるいは、その子供たちが我々を見て判断して、はい、このおっさんにリクラッシュしてくれってやるみたいな、そういうのってなってけへんから、どうやろう。まあ、子供たちが、大人より賢くなっていくのは事実でしょうね。賢いよ、もうすでに。すごい。だってびっくりするよ、ほんと。だから要は、なんだろう、子供たちの方が、なんか、先を見る能力っていうのは大人より長けてくると思います。僕の中では。やっぱり、見てる世界って増えてる情報量が倍違うので、僕らの世代と。だから逆にそれは認めないといけませんね、本当にね。うん、私、まあ、娘も息子も、まあ、息子は大学生、とりあえず、まあ、これ、医者やから、医者の大学行ってるけど、この辺の同級生の子たちと結構関わったんやな、やっぱ3、4年前ぐらいね。うん、家に行きとったから、私も遊んでもらったかな、私の方が、みたいな。でね、すごいのはね、その安定って何ですかみたいな感じやからね。うん、そんなものあるんですかみたいな感じやから、だから、全然違うよ、もう、進化してるよ、だって。うん、そんなのも自分らで作っていくもんじゃないんですかみたいな感じでおるから。かっこいいね。それかっこいい。本当よ。まあそれはね、その子たちの友達のあれによるやろな、そのグループの中で。まあグループの価値観だから、例えばまっちゃんの、ね、息子さんだったらそういう感じになりますよね、逆にね。うん、まあみんなそんな感じだったな。うん。いいね、友悪いを呼ぶっていう感じですから、それはなんか。でも少なくとも今の30、40の上の世代よりかは、今のよっぽど20代前半の子たちの方が頭はいいのは事実。未来はこれからだから明るいですよ、日本の未来は。うん。日本の未来は明るい。明るいよ。まあ、変な揉め事もせえへんしね。変なへりくつも言えへんしね。もう要はでもね、そういうことはもうね、親がね、大人がもうちゃんと認めるっていうところですよ、そこはやっぱり、一番は。順応性も素晴らしいしね。で、まあ、だから、あれじゃないかな、農業から漁業から産業から含めて、イメージ的には、この平成の時代のものを何かとかじゃなくてね、昭和のちょっとレトロチックなものを、今、新しい令和の時代に融合する。的なことやっていくと思うわ、今の子たちは。まあ、昔のいいものをね、どんどん復元して、どんどん良くなる。そもそも平成っていう時代をあんま認めてない子たち多いですよ、若い子は。はい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 。うん、昭和大好きな子多いからね、本当最近の子。不思議と。だから、昭和のその40年代とかね。はいはい。本当のちょっとレトロっぽい感じ、30年代後半とか、はいはいはい、ああいうのの古さですよ。ですね。古いものを綺麗ですよね。古くてね、イメージ的に清楚。古くて清楚で質素なものを綺麗にして今風に作り上げていく、アレンジしていく。多分あの感性僕らにはないんですよ。はい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 。我々はね、どちらかというとね、やっぱりね、ちょっと駆け落ちてるんや。これはもう仕方ないんですよ。そういう時代より。出た時代が違うんで。はい。だから、すごく良くなると思うよ。本当に。だって、ショップでも、そのレストランっていうか、居酒屋さんっていうか、創作料理屋さんっぽいやつでも、あと、東北、金沢とか福井県とか、あと、だから、東北の方なんか行ったら結構、面白いお店多いですよね、若い人たちがやってると。そうですね、本当にね。これをすごいよなっていうのな、いや、古いものを大事にしてうまくやってるよな、的な話のお店多いですよ。うん、はい。楽しみやなと思うけどな、ほんと。ねえ、子供が。で、話だったっけ、今日、子供の教育の話です。はい。教育の、いつもそうだと思うんで大丈夫なんですけど。でもまあ、教育的にまとめるとね、もう、5分前でまとめますけど、結局、今の子たちっていうよりかは、問題は親ですよ。親が認めないとダメなんですよ、やっぱり。今の子たちのことをちゃんとね。まあ親というか大人大人がね、大人が認めないといけないんです。あと自分の過去が良くなかったってことをちゃんと認めないといけなくて、で今の子たちの方が賢いっていうところが一番ですよね、やっぱりね。そうそう、だから本当若者にね、ごめんね僕たちろくでなしだったわみたいな。そう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 改心するからちょっと待っててな。改心するから、逆にそれが未来英語、ね、未来日本の社会が良くなるのはそういうことだと思います。うん、その代わりはっきり言うけど君たちよりもっと改心するからねみたいなっていう感じでね、はい、分かり合おうっていう言い方おかしいですけど、その何ていうかな、その本当の一人の人間としてきちっと見るってことやと思うかな、やっぱ。そうですね。あ、だから面白いよ、遊んだ。だから俺ちょっと最近こっから船もあるし若い子たちと野菜も作るし遊ぼうかなみたいな。うん、いいじゃないですか。やっぱりもう常にね、若い子たちのエネルギーもらって一緒に遊んでワイワイやってね、価値観もらっていろいろとやった方が絶対うまくいくから、うん、昔から持ってるような概念は捨てちゃった方がいいなってのはそこ思いました。もう本当に新しく生まれ変わるんじゃないですけど、やっぱり価値観はね。だから本当に大人、まあ、我々がね、我々ぐらいの年代のね、過去の遺物みたいな人たちがね、やっぱりね、改心してね、はい、若者たちからね、なんかあの人ら宇宙人みたいねみたいに思われるぐらいまでね、ぶっ飛んでいかんとあかんからね、これ。ぶっ飛んでいけばその人たちに優秀な人が集まってるのは世の中の仕組みなんで、そうだからやっぱりそれでやってきた方がいいですよ。うん、古いなんて言わせませんからねみたいな。君たちより私たちの方が新しいからね。負けずにねやっていくということで、今日はそのね、そんな感じこの感じよ、この感じはい。だから古いものを押し付けるとか押し付けないとか、我々の間違ってたものを押し付けてたわけでしょ結局は。そうよ、結局そういうことです。だから、うん、改心して君たちより新しくなるから待っててねみたいな感じそしたら向こうは負けずにまた頑張るからいやびっくりすると思うよ、あんまり可愛がりたくないなこいつらってなると、勝手に自立してどっか行きますよ、もう。そうね、それが理想郷ですね。はい、ということでそんな感じ。あいつは早終わりたがってんな、なんか。いやいや、早くは終わんなくていいんですけど、今日、休日ですよ。火曜日ですよ、今日一応は。大丈夫ですか、まっちゃんは。まとまったんちゃうかな、これで。まあ、でもまあ大事ですけどね、実際はね。本当にね。改心していきましょうがええと思うよ。いや、だってね、うん、学校の先生でも、うん。若い生徒たちよりももっとぶっ飛んでる、先行ってるっぽくなって、宇宙人っぽくなってたらすごい面白いかなって。まあ先生も子供たちを見る、生徒たちを見る目が違う目になるんですよ今度ね。でまあね、やっぱりそうだよね、改心するしかないよね。教壇に立ってね、はい、君たちはまだ古いな、そんな古いことをやってたらダメだよみたいな感じでね前はそうだったんでしょうけどね。前は本当に一昔の昭和の時代って、おそらく僕もまだそうだったんですけど、僕じゃないな、もっと前か、僕今62年生まれなのでもっと前の話の時代は、うん、逆になんでお前らそれできないよみたいな、僕ら先行ってるぜみたいな、早く降りて引き上げたと思うんですけど、 IT が入ってから真逆になっちゃったんですよね、それがね。義務教育、高校ぐらいまであんまなかったよ。ただね、大学の先生は面白い先生おったみたいよ。東大の先生とか、東大の先生、変わった先生。だから、もう授業にならないみたいな。なんかこう、国の批判しまくってる先生が。大学は一線超えて、やっぱり中学校から小学校の先生が、僕は本当に長くなっちゃいますけど、IT ができない先生があまりにも多い。負けるよねって思う。要はなんで、なんだろう、公務員の先生が IT について無知なんだって話じゃないですか。で、LINE とか SMS もやってないし、その辺の知識じゃない。それは子供たちに負けるに決まってるでしょうと。いや、まあでも、それはそれで別にいいんじゃない？俺やったら、俺だからこの先生だから、俺そんなめんどくさいがやるとか、お前やっとけみたいな。それより僕は宇宙とつながってるから。まあ、宇宙人と話したければ。先生のとこ。ああ、まあそっか、それもありだね。確かに、そのぶっ飛びようは。先生、宇宙人と友達なんですか？そうだよ。いや、まあ、それは確かにぶっ飛びよう。前はちょっと訳の分からん話だったけど。まあ、今日のコメント楽しみやな、また。またずれてるとか言われそうですけど。でも本当にね、コメントは自由に、ね、してほしいですよね。まあ今日はちょっと最後になりますけど、まあ、前回の話について結構金融がドタドタいきだしたんでね、これ早いよ皆さん、ちょっとこれだけ言っときます。多分早いと思う。この夏ぐらいに結構激しいことになってくると思いますからまあ4月いっぱいぐらいまでは、まあ結構持たせようとして頑張ってるんでね。ちなみにこれまっちゃんが言ってることをみんな勘違いするんですけど、本当に年収が高い人の話なんで一番危険なのは、それだけはね、本当にどうでもいいっちゃどうでもいいんやけど、楽しみに見てましょう。実際でも世の中の動き、その上の層のことの動きをしてると下の方にも降りてはくるので、それは意識した方がいいってことですよね。たまにまっちゃんの話聞いてると下の層が危ないのかっていうと、そうではないからね。ない。ただね、好きなことを本当にやっていきましょうっていうことですよ。お金、マネー的な話でいくと、もうやりたかったこと、もうこれ僕何百回も言ってると思うけど、やりたかったことを今行きましょうみたいな感じですよ。本当。絶好のタイミング。多分一生の中で一回来るか来ないかのタイミングやからね、これは皆さん。はい。あと宣伝になりますけど、若者向けにTikTok やりますからね。OK。若者向けに将来の未来の子たちにのための TikTok やります。だから将来ですから、未来の子供たちにこんなぶっ飛んだ大人がいるんだということをですね、証明するために、この話してる中のちょっとぶっ飛んでるシーンを集めた TikTok をやります。分かった。じゃあちょっと宇宙人の話をこれからちょっと攻めていこう。そうです。なのでTikTok の設定の方もちょっと裏で抹茶の情報を聞いて、僕が代理で打っていろいろとやり取りはしますので、それはまた別個でやりますので、やっておきますので、そんな感じで、はい、今日はありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。はい。ではお疲れ様です。さよなら。